筆を渡された時、あ、わらもじのわらってお米のわらなんやっていうのがその時思って、しかも穂先のふわふわの方かと思ったら根元の、あ、こっちで書くんやっていうのが最初に、まず最初にそこにびっくりしたのが第一印象ですね。で、まあ、書いて実際に書いてみると結構筆の部分って硬くって、あ、書けるんかなと思って書いてみたんですけど、やっぱり最初はやっぱりそんなにうまくいかなかったですね。結構太くなったりとか、墨がドバドバについボトボトについてちょっと半紙が破れたりとか、最初そんな失敗やったんですけども、でも何回か書いてるうちに、あ、これ結構書けるなっていうのが思ってきて、面白いなっていうのがだんだんなってきました。で、お手本とかそういうのなくって、自分の好きに書いていいよって言われたんで好きにちょっと書いてみたんですけども、まあ、名前を最初は書いてみて、で崩したりとかしてみたら、だんだんそれも面白い字になっていって、で結構わらもじってそんな自由に書けるところがいいなっていうのが面白いなと思いました。普段から結構その SNS とか LINE とかで文字を入力する作業って結構馴染みがあると思うんですけど、じゃあ文字を書くことってどうなのかって考えた時にやっぱり馴染みはあるんですね。ただ書道ってなるとちょっとまあ一線引いてしまうような気もしてまして、でそれがこのわら文字になると、まず書き方自由で OK です。で止め、跳ね、払い、これ変えちゃって OK っていうのがすごく、なんていうんですかね、自分の殻を破ってくれるような気がしてます。で、そういった中で僕が感じるのはやっぱり読むための文字っていうよりも何かを伝えるための、感情を伝えるための文字ということで、心を描く書としてすごい魅力を感じています。僕はこのわら文字を使って皆さんが自分でも気づかなかったような心の移り変わりとか、っていうのをぜひ描き出せるんじゃないかなっていう思ってます。僕がね、わら文字のワークショップをした時にすごい驚いたっていうのもあるし、嬉しかったっていう話があるんですけど、ワークショップでいろんな世代、子供からお年寄りの方まで参加していただいた時に、子供が書いた作品を見て大人の方が、うわすごい、いい字やねと言ってる姿が驚きもあり嬉しくもあり、あ、わら文字って年齢も関係ないし、うまい下手も文字の綺麗に書けるうまい下手もないんやなっていうのがみんなもに伝わっているというか、そんな風に感じてくれている姿がとても嬉しくて、でそういう感動っていうのを僕は知ってるし、で今これを見てくれて知ってくださったきっかけになってくださった人たちにこの感動っていうのも伝えてたいし、僕が文字で遊んでるように皆さんもわら文字で文字で形で遊ぶ文字遊びの仲間をどんどん増やしていけたらいいなっていうふうに思ってます。